吉田さん、今回ねテーマ同じでいきたいと思うんですけども、前回ね疑ってかかることだよってことを話してくださいました。でニュートンの例も出していただいたんですけども、まあニュートンが引力を発見したっていうのは、まあ、正確に言うと正しくなくって、そういうね切り取った逸話だけが出てますけども、ニュートンも一学生なわけですよね。で自分の入っていた今で言うとゼミとかでは、なんでね高いところから低いところに物が何の力も加えてないのに移動するんだろうかみたいな理論っていうのは随分昔から考えられていて、一つにはエーテル理論っていうのがあったわけですよね。まあここではその説明は割愛しますけども、エーテルっていうのがあるから落ちてるんではなかろうか。でも別の理論もいっぱいあったわけですよ。で結局教育観としては何を選択するかってことだったんですよね。で日常の中で物が何で落ちるかっていうことをね深く考えた人がいないとは言わないんですけども、それに関わらず食べなくちゃいけないとか戦争が起きたとか子供が生まれたとかね、日々の、まあ、いろんな考えることがたくさんある中で、集中して物が落ちるのにはどういったエネルギーが関わってるんだろうかっていうふうに集中して考える時間がない人がほとんどだったと思うんですよ。でも物事を疑ってない人なんてのは古今東西いなくって、これでいいんだろうか本当だろうかっていうのはみんな思ってるんですよね。みんな思ってるんだけども、でも何か成功した人がね必ず言うのは常識を疑えってことなんですよ。いやみんな疑ってるしみたいなね。例えばヒカルさんもそうですけども、工場勤務しててこれで本当にいいのかなって自分だけが思っていたっていうわけではなくて、みんな思ってたんですよ。みんな思っていてこのままじゃいけないっていうふうに思ってたんだけども、でもいろいろやってみたんだけどうまくいかなかったんで、まだ探し続ける疑い続けるっていう道が続いてるだけで、疑ったらすぐに成功するわけじゃないんですよね。そういう意味で言うとみんな同じなんですよ。みんな同じで、ある程度ネットビジネスにも手を出した、ある程度投資もやってみた、ある程度転売もやってみた、ある程度いろんなことやっていろんな損害を受けて、で見た目には何にも変わらないように今日も送ってるんですけども、聞いてみるとあれもこれも失敗した、うまくいった、ちょっとだけ縁ができたとかね、本当はね小刻みに世の中を疑って常識を疑って動いた姿が見えるんですよ。で結果的に大きな実績になってないんで、その疑いのレベルが低いとかね、何も疑わずにやってきたんじゃないのと思うけども、テレビばっかりしか見てないご老人でもね、本当にこのテレビの情報正しいんだろうかっていうのはこれ思ってるんですよね実は。だから私たちはいわゆる情報弱者とかっていう言葉は好きじゃないんですけども、一括りにしちゃう傾向がありますけども、結果が思わしく出てないだけで、本当に私たちと同じように七転八倒してね、あの手この手を尽くして、で立ち位置が残念ながら変わってないんですよね。で私たちはたまたま違う生活を送ってきたから、いや常識疑わないとダメだよとか言ってますけども、いやそもそも疑ってるしみたいなね、みんなだからそこにものすごくカチンとくるんですよね。だからそこはね分かってあげないといけないなと思います。私たちだけが特別優れていたりとか、私たちだけが特別ね優れた情報にタッチしてるわけではなくって、どんぐりなんですよ。本当にどんぐり、みんな同じなんで、考えてることもそんな変わりがないですし、見てるものも疑うものも全然変わりがないんですよね。でそう考えたら私はねちょっとこう考え方をね変えないといけないというかねそもそもこの考え方を変えるっていうのも安っぽい表現なんですよ今になっては、例えば時間的にね金銭的に自由になりたいんですって、これみんな思ってますよね。みんな思ってるけども、結果いろんな挑戦したけどもそうならなかったんで、とりあえず今日のところは昨日と同じ一日を送るしかないわけですよ。だからといって何にも挑戦しなかったとかね、何も疑ったことがないとかね、もうそんなわけはないわけなんですよ。さすがにどんな時代でもいろんな運命に抗い、自分の人生を疑い、本当に自分が受けてる教育がいいんだろうかっていうふうに戦時下でも思ってたわけですからね。戦時下でも竹槍訓練しながら、昔の人はバカだなって今私たちは感じますけども、みんなしてこんなことやって何の意味があるんだ、日本はこれ負けるぞと思ってたわけなんですよ。でそうは言っても国に従わないと他の挑戦っていうのはなかなかやりにくいし、憲兵に引っ張られていくしみたいなことがあったりね、高度経済成長の中で多くの方が満員電車に揺られながら家のローンを返すために、車とかね、ローンを返すために律儀に会社に通っていた。みんながだから思考停止したのかって、そんなことないんですよ。思考して停止してるに違いないというふうに考えてる自分自身が思考停止してるんですよね。それこそどんな人もあらゆる挑戦をして、どんな人も辛酸を舐めて、で繰り返しますけども、結果的に今日一日が
3年前5年前10年前と変わらない、それは不幸な結果として変わってないんだけども、あの手この手を尽くした結果変わってないんですよね。そこはだからね、あの何も考えてないよねみんなはっていう風なのはちょっと違うのかなって思うのと、みんな同じなんですよ。だからネットビジネスでうまくいった人とかがセールスでよく使う表現として、皆さんは満員電車に揺られている日々に疑問を持ったことありませんか、私はもう自由を手に入れましたんで、今日もみんなと違う方向に一人だけ歩いてますとかってね。だ結果的にはあなた一人はそうだっただろうけども、そのネットビジネスでうまくいってる人も世の中の大多数の人が悔しいながら今日という一日を受け入れて、みんなと同じ行動をしなければならない、疑いながらも同じ行動をしなければならない、そういう人たちに支えられて私たち、まあ、情報発信者は存在できているってことなんですよね。みんながじゃあ思った通りのことをしたら、今度みんなで思った通りにならなくなるっていうね、逆転現象が起きるわけなんですよ。つまりはビジネスっていうのは人の困った状況を改善するためにあるわけですよね。でも仮にみんなが問題解決して誰も困んなくなったらどうしますか。誰も困んないからこそ困るような現象が起きてくるんですよねそういったところでね、私たちは本当に大差なくて同じことをやってる、同じようなものを見ている。で結果的に差が著しく生まれた人が高みに立ったつもりで、いやみんななんか世の中疑ったことないの、テレビからばっかり情報を取ってるからそうなるんだよみたいなねことになってくるんじゃないかなと思いますけどね私はね、だからある意味自分は偶然こういう立場になったけども、資質としてはねみんなと同じで、たまたま自分がここに浮かび上がってるだけで、その立場っていうのはいつ壊れてもおかしくないし、いつ今みたいな暮らしがパーになってもね、それは文句が言えないんだろうなと思います、おそらく私がこうなったってことは、もしかしたら代わりの誰かが転落してる、その席が空いたところに私がポンと入っただけともね、考えられなくもないですからね、どうなんでしょうかね。はい、じゃあ今回のテーマ同じでいきました。はい、そんなにみんな大差ないのかなと、みんな疑いながら生きてきて、抗いながら生きてきて、結果的に変化がない同じような日々を送ってるけども、決してだからといって私たちだけがね何かに優れていたわけではないんじゃないかなと思いながら、今日も動画の更新をしております。